みゆきゆあの映画口論。皆さんこんにちは、声優のみゆきゆあでございます。本日も道玄坂カフェさんの通常営業中にお邪魔させていただいております。よっしゃ。はい、この動画は映画大好きなみゆきゆあが大好きな映画のね、好きなところをね、ギュギュッとギュギュッとギュギュッとして皆さんにお届けする映画です。映画じゃないかな。あ、映画。今回私これ何回も同じこと言ってると思うの。まあいいや。なる前の声、トキタコです。お願いします。よろしくお願いします。あんたこれもう40回以上言ってるはずなんで。そうなんですよ。なんかで、なんかまあね、だいたいいつも5本撮りしてるんですけどバラしちゃうと、まあ、服装でわかると思うんですけど。これさ、1ヶ月間同じ格好してるってことだろ、はい、これそうですね。ちょっとそろそろプハーンってくれないか。やだ。あれですよ、なんか、まあ、今日4本目撮ってるんですけど、3本目で割と力尽きてしまいまして。なんでだよ。あと残り2本はね、割と楽な方向でお送りしようと思ってます。本日はこちらです。はい、紅の豚。なんだよ、本当に楽な方向に行ってんじゃねえか。なんまあね、これ皆さんも紹介するのも恥ずかしいくらい有名なんじゃない。じゃあまたね。やべ。まあね、紹介するのも恥ずかしいくらい有名なアニメ監督さんの趣味で作った大傑作。趣味ですよ、彼の趣味が詰まった映画なんです。まあなんか、あ、そう、いつもそのこの動画を撮るときに、え、よし、今日はこれにしようと思ったときにあらすじをまとめるんですけど、うん、意外にこの話まとめづらくて、ほう、なんかあのチラシ、あ、なんかどうしようと思ったときに、ちょっとチラシの裏に書いてあるストーリー説明っぽく頑張ります。こういう話です。ポルコは飛行艇乗りである。戦争じゃないから殺しはやらない。ある日、若きアメリカ人カーチスと出会い、やがて男同士の戦いが始まり、女たちはそれを見守るという話です。何言ってるか分かんないと思う。ざっくりだな。ざっくり説明するけど大体そんな話です。じゃあ君の好きなシーンはどの辺だ。まあそうですね、基本的にはあのカーチスが出てくるとこ全部。はぁ。あの主役、まあ、紅の豚なんで、主役は豚のポルコなんですけど、もともと人間だったんですけど、まあ、いろいろあって豚の姿になってる男なんですけど、そのライバルとして、まあ、ポルコ実に渋くてかっこいい男なんですけれども、うんうんうん、私が一番好きなのはその映画の中でライバルとして出てくるカーチスって男なんですね。まあ、人間味があるキャラクターなのかな。はい、そうなんです。若くて情熱的で天才肌で自信家なんですよ。でそして女好き。でも私の好みをことごとく抑えてて、で、あのこの映画見た時私多分一桁台だったと思うんですけど、ほう、その時からカーチスのことすごい好きだったんで、あ、多分生まれた瞬間に性癖ってある程度決まるんだなと思いました。昼間おい。あと声が大塚明夫さんなので好きです。、はい。まあ、これ何年ぐらいの。これなんか1992年で。92年、本当に昔だなと思って。年齢のこと言わないで。言わないです。私言わないですよ。92年の映画なんですよ。まあね、あ、そんな前なんだ。もう、うん、そうなんですよ。俺何してたか多分覚えてる。覚えてない。私も覚えてないです。俺は覚えてる。マジですか。何してました。俺何してたっけかな。92年。今から20何年か前だね。なんです。もうなんかまあ普通に去年とか金曜ロードショーでやってたんで、そんな昔って感じしないんですけど、実際に年号を見てみたら昔なんですよね。ビデオレンタル屋で勤めてたかもしれない。多分それをちょうど、前か後かぐらいじゃない。まあ、まあ俺の話は今。まあ、基本的にそのなんか物語はあの戦時下なんですね。戦時下なんで割と暗い影を落としたりしてるんですけども、まあ、基本的に明るいノリだったりとか、あ、でもシリアスなシーンもいっぱいあるんですけど、なんか割と作り込まれた世界観が素敵、あと描き込まれた背景も素敵、でそして被災市場の素晴らしい音楽、まあ、もうこの要素が全部重なってると何が生まれるか分かりますか皆さん。エンターテインメント映画ですよ。もうおばさんか。おばさんになりつつあるな。悲しいな。そこ食わなくていいよ。無視していけ。まあ基本的ですよ。なんでその何の文句もつけようもない作品だと思います。欠点がないです、この映画。はい。そのナウシカからその最新作の風立ちぬに至るまで、そのジブリの中での宮崎さんの作品の中で最も映画的、それもすごくすごく洋画っぽいなと思い
思ってて、うん、なんかその作家さんが一番情熱を持って描ける題材をより大衆向けに描けるのが良きエンターテインメント映画のあり方だと思うんですけど、うん、この映画はちゃんとそれをクリアしてます。まあ、ちょっと作品批判になっちゃうんですけど、その点がちょっと風立ちにはバランスが悪かったじゃないかなと私は思ってるんですよ、うん、まあ、その飛行機を作る男っていう物語は紅の豚の物語に匹敵するぐらい面白かったんですけど、その物語とその男と妻の話っていうのが割と噛み合わせ悪かったなと思うんですね、うん、あとですね、紅の豚に出てくる女っていうのは女の役割を飛び越えないで出しゃばらないんですよ、うん、例えばジーナさんとかもう、なんて言うんだろう、その女のかっこよさを頼みつつ私は待ってる女なんですよ、うん、はい、その点なんか風立ちぬ本当ダメだったと思うんです私そこ、はい、おブラックになってブラックになってる、まあ、それまた今度にしようぜ、はい、例えばその物語に出てくるフィオっていうヒロインがいるんですけど、フィオはその飛行機を設計するお仕事についてる女の子なんですけど、まあ、そういう仕事って本来男性が多い職場にいるっていう立場なんですけれども、彼女は彼女にできないしか仕事をしているので、それ以上の役割をしないんですよやっぱり、うん、はい、であともう本当にジーナさんはいい女だし、でどうして風立ちぬ女の子をそれになれなかったんだろうなと私はごめんなさい、はい、まあ、なんか、まあ、このタイトルを見てなんで主人公は豚なんだと思うかもしれないんですけど、まあ、いろいろあって、ポルコはその豚になったことに対して劇中でね、その自分で魔法をかけたって言ってるんですけど、うん、まあ、なんていうんだ、その自分に何で魔法をかけちゃったんだろうって考えた時に、なんか要はそのいろいろその戦争がねいろいろ絡んでて自分に魔法をかけたんですけど、要はなんか怖くなっちゃったんだろうなと思うんですよ、うん、例えばその親友たちが死んでいったっていうのがまず一つあるんですけど、死んでいった中で自分一人が生き残って、でも国では英雄扱い、うん、心はこんなに虚しいのにっていうね、でそこから恐怖心が生まれちゃって、そこから逃げ出すために豚になって人としての自分を捨てて、その代わりに割と自由な生き方をするようになったっていう、うん、割とちょっと皮肉めいた感じもありましてですね、うん、そのポルコっていう男はもうさっき渋くてかっこいいって説明したんですけれども、それだけじゃない、ちょっとなんかいろいろ抱えてるものもあって、ますます男として魅力的だなと思います、うん、豚だけどまあ俺は軽く見ただけだったからそこまで何にも感じてないけど、はい、まあ次見る機会があったらちょっといろいろ見て、ね、言ってもらえるといいと思います。あとスパゲティを食べるシーンがすごく美味しそうです。ああ、それ覚えてる、はい、あのトマトスパゲティかな、あれはもうあの一番心に残るぐらい素敵なモリモリ食べてビシバシ働こうですよ、はい、あのシーンすごい好きですね。そうなんて言うんでしょうね、はい、なんかそういうなんか、うん、クレハイの豚を見て一番心に残ってるのってやっぱりそこなんだなって思う。でもそれってこのクレハイの豚に限った話じゃないんですよ。宮崎さんの映画の中でその美味しそうな食べ物が出てくるシーンみんな覚えてると思うんです、うん、あのラピュタのさパンとかさ、最初 あのスープ肉団子を入れるんでしょって感じとか、あれ、うん、なんかいろいろね皆さん心に食べ物があると思うんですけども、それお前は食いしん坊だけじゃねえ食いしん坊万歳はい、変なことはそんなもんか、はい、そんな感じですわかりましたということで皆さん次回お会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。